サルバル酸の構造式サルバル酸は歴史的な梅毒治療薬の一つ。名称は救世主を意味するサルバトールとヒ素を意味するアルセニックから取られており、ドイツの IG ファルベン社の登録商標である。ドイツのパウル・エールリヒと日本の旗サハチローが合成した有機ヒ素化合物でスピロヘータ感染症の特効薬。毒性を持つヒ素を含む 化合物であり、改良した、ネオサルバル酸でも、副作用があるため、1943年の、ペニシリン利用開始以降は、医療用としては使用されない。1910年、エールリヒとハタは共同で、同薬を、アニリン形式素から合成し、動物実験により、梅毒の病原菌である、梅毒トレポネーマに有効であることを証明した。これは、合成物質による、 世界最初の化学療法剤で、後に、素行症、ワイル病、一ゴ種に対しても有効であることが確認された。1910年4月19日、エールリヒト、旗は606号を、ウィスバーデンの第27回内科学会で発表した。1915年6月、三教が姿勢に成功した。従来は、 ヒソヒソの二重結合を含む図 A のような二、両体構造であると考えられていたが、ヒソは二重結合を作りにくいことが知られており、この構造式には疑問が持たれていた。2005年に図 B や図 C のようなヒソ三因間や五因間を含む多両体構造が正しいとの説が発表された。生体内では酸化されて分解し、単両体として作用することが知られている。 炭鉱色の粉末状個体で、組成式は C6H6 アズの、式量は183.04である。フェノールを、出発物質として3アミのマイナス4、ヒドロキシフェニルヒ素とし、これを還元することで合成される。ありがとうございます。